どうもご紹介いただきありがとうございます。とうとう最後ということになりまして、なんとか最後にたどり着きたいと思います。私ども、ゲノム情報に基づく植物データベースの統合ということで、こちらに書いてありますメンバーに加えて、数名の、テクニカルスタッフとそれからキュレーターでこのプロジェクトを、今まで2年半行ってまいりました。イントロダクション背景なんですけども、今回のプロジェクトの目的は基本的に国内のデータベースを統合するということで、私たち、国内 の、 その植物、ゲノム研究ですねの、振り返ってみますと、その古くは稲、タバコと、タバコの、それから、ゼニゴケの、染色体の全構造を世界で初めて決めたところからスタートしまして、例えば、白いナズナであるとかですね、それからミヤコグサで、最近ではそのテクノロジーの進歩によってさまざまな農作物あるいは実用植物 の、 ゲノム解読を行ってきた実績があります。で当然こういう構造データが出ますと、それを使ったいろいろな機能的な大規模データも出てきますし、あるいは変異体 の、 作成も行われて、だからこういう情報を使って DNA マーカーあるいは遺伝的連鎖地図も作られると。でその次にそれを使ってですね、いろいろな遺伝子を、同定して管理すると。それから、ネットワークの解析であるとか、あるいは、特に応用面考えますと QTL の解析が行われたり、そのそれらの情報を使って品種改良が進んでいくという、こういう流れがあります。でこういう情報を基本的に、この辺りの情報っていうのはパブリッシュされると、データベースに入れられることが多いんですけれども、特にこの辺りの情報になってきますと、なかなかそのデータベースに必ずしも馴染まないということもありまして、文献の状態でとどまっているものが多いわけです。で、まとめますと、モゼル材料から農作物まで研究対象が多種多様である。この、プロジェクト植物ゲノム、データベースの統合ということで、植物というふうによく、これ以前にもお話したことあるかもしれません、植物というふうに、十把一絡にして言われるんですけども、そしたら例えば動物の役割はどうかというと、このプロジェクトだと例えばそうですね、線虫とホヤとカイコとそれからメダカとマウスのデータベースを統合するという、そういう感覚になりまして、なかなか容易じゃないということが想像できるかと思います。それから入っている、情報がですね、いろいろな情報、構造情報、機能情報、それから、応用に使うような情報も入っていますので、これをどういうふうにまとめていったらいいのかというようなことがあります。で、ですからこそいろいろな問題点が現在のデータベースには存在していて、これを何とかしようというのが私たち の、 今回のミッションということになります。でこれに対して私たちこの4つの項目を挙げてですね、何とかこれをやっていこうということを提案をいたしました。で1つ目、遺伝子オルソログ DB の公式とそれに基づく植物ゲノム DB の統合ということで、これは先ほど の、 黒川先生のお話にもありましたけども、オルソログ関係を使って、遺伝子間をつないでいくということで、それを使ってデータベースをつないでいこうということです。それからあとは構造情報から出てくる、非常に重要な情報であるDNA マーカーとかですね、あるいは遺伝的連鎖地図をなんとか相互に比較できるようにしようということ、それから植物にリソースがいっぱいありまして、でそれの情報があちこちにあるんですけども、それをできるだけ使いやすい形に検索できるようにしたいと。それからあと、ゲノムの、ゲノム研究ですね、たくさんの、 その実用植物について進んできているという話をしましたけれども、いろいろなものがそれに入っていて、必ずしも植物の研究者はですね、それの全部に精通しているわけではないので、そういうものに対関する基本的な情報を、まとめて、データベースを見た人がそので植物について、の知識を、簡単に得られるようにしようというのが今回の提案ではあったわけです。で最終的にはですね、この統合プロジェクト、いろいろな性質 の、
ものが入っていると思うんですけども、私たちの今回の目的というのはですね、非常に何て言うんですか、高機能のデータベースを作り込んでいくということではなくてですね、今日本に存在する、たくさんのデータベースをそのままうまく使って、で私たちのプロジェクトの、成果物といいますか、データベースをハブにしてですね、あたかもこれが一つのデータベースであるように、理想的にはシームレスにこれがつながるようなものが、ここは本当は見えなくてよくてですね、こういう形のものを仕組みが作れればということが私たちの期待であったわけです。でここから便宜的にこの4つの項目に分けまして、これまでどういうことをやってきたかということをお話しさせていただきたいと思います。まず最初、遺伝子オルソログ DB の構築と、構築ですね。でこれにつきましては、昨年度までに、これポスターをご覧になられた方もおられるかと思いますけれども、植物、主に FSEC の情報を使ってですね、植物と、卵巣の、遺伝子、タンパク質の配列の総当たりでオルソログ DB を作っております。で今年度はこれ の, 検査機能 の, を作ると。それから、これ PGDBJ という私たち作った、ポータルデータベースなんですけども、それの、これまで4つの項目別に整備してきた情報を横断検索ができるようにしてるんですけども、それと の, このオルソログ DB をですね、これに含めた形で検索できるように検索用の APR を振ると。それから、データをダウンロードして使っていただけるように、タブ区切りの形で出力をして、セメンティックウェブに対応できるような形にすると。それから、データベースが、もともとのデータベースが更新されましたので、これに合わせて、データセット を更新するということ。それから、一番ここは重要なのかもしれないですけども、対象とする DB ですね、統合するデータベースをどんどん増やしていくという、こういうことが目的でありました。でこれまでに、成果としましては、緑色植物20種類、卵巣110種類についてオルソログ DB の構築と更新が終わっております。それから、オルソログ DB への、統合対象の植物ゲノム DB をリンクをどんどん進めています。それから、検索用 の, URL API を公開しています。それから、横断検索に向けた DB を設計、しました。それから、これも先ほどの繰り返しになりますけれども、タブクリームデータで出すような形にしています。で、これ図で示したものなんですけれども、レフセックのデータ、それからタクソノムにデータを取り込ん で, でここでオルソログ DB を作ると。で卵巣についてはここからのデータ、あるいは私どもが以前作りましたシアンのベースから の, データを取り込ん で, でいわゆるオルソログ DB を作ると。で、これを使ってですね、さまざまなデータベースをこうつないでいくという、こういうイメージになっているわけです。でこれまでにどういうデータベースが実際に統合されたかということなんですけども、私たちの研究所ではいくつかの植物についてゲノム構造のデータベースを持っております。それから EST のデータベースを持っておりますが、これらに加えてですね、ここに書いてありますのが農業生物資源研究所の、稲を中心とするデータベース、それからこれは白ナズナ の, 一番標準となっているテアというデータベースですね。それから、理研で、公開されております、白ナズナを中心とするデータベース、それから、これ寄生犬の、ヒメツリガネのデータベース、それからケイブのジーンズですね。で担当者の方にご協力をいただきまして、で これらのデータベースが今オルソグデータベースと直接つながっている状態になっています。でこれからデータベースをもっと増やしていかなければいけないんですけども、アクセス用の URL さえなんとか触れるようになればですね、このデータベースに直接つなぐような形に今なっています。それから DNA マーカー連鎖地図なんですけども、これはまず最初にですね、55種類の、よく研究に使われている植物をまず選びまして、それを対象として調査と始めました。でこれについて、
DNA マーカーとか QTL 連接時情報をキュレーションをしてですね、それで公開するということ、それから、遺伝地図とそれからゲノムの配列が分かっているものについては、要するに遺伝地図とそれから物理地図をつなぐでゲノム比較ができるようにするということ。それから、それを見やすい形で表示システムを作ってコントロールサイトで公開するということが、まあ、目的でありました。でこれに対して、これまでにですね、55種を対象としたんですけども、そのうちまあ、いくつかの植物については非常にいいデータベースがすでにもう国内外に存在していますので、それを除いて、33種の植物について情報収集を行いました。でこれまでに大体、まあ、3分の2ぐらいが終わってるんですけども、これは年度末までに完了させると。それから地図についても、まあ、同じことなんですけども、これはまだ公開しているものが少ないですが、これも今作業を進めていて完了予定と。それから、地図の表示システムについてはですね、これは地図をつなぐためのマーカーを含んだ領域のルートに基づいて、まあ、地図をこう、複数関連付ける機能を、まあ、開発しつつあります。でこれが、まあ、その部分のリストですね。ここに植物のリストが出ますけども、ここに、マーカーの情報、それからあと地図の情報があるものが丸になっていて、まあ、公開されればまあ丸が増えてくると。で風については先ほどお話した大体3分の2と 18% というこういう見え方をします。で地図の表示なんですけども、これは昔からよく CMAP というものが使われているんですけども、ちょっと、まあ、なかなか使いにくいところがありますので、今、まあ、別のシステムで現在こういう表示の仕方のものを開発しつつありまして、これまだ多分出てないと思うんですが、まあ、近々こういうものを出していくと。でマーカー情報がここに出てきてて、まあ、一つ一つにはこういうマーカーの情報ですね、元になる配列とかですね、あるいは増幅するためのプライマー配列とか増幅産物の大きさとか、まあ、こういう情報が、つながっているということです。それからリソースにつきましては、これは昨年度までにですね、これ、まあ、日本には文科省のナショナルバイオリソースプロジェクトで行われているもののうち、まあ、植物がそれにたくさん入っていまして、でそこでリソース情報が整備されています。それから理化学研究所の、バイオリソースセンターの方にも植物の情報が入ってデータベースが、まあ、あるんですけども、でその2つをつなぐ努力が、まあ、されていました。で私どもそれをサポートしてですね、この2つが非常にうまくリンクするように、まあ、したわけです。で今年度はそれを私どものデータベースからも直接使えるようにすることと、それから横断検索がまあしやすくするということ、それからあとは新しい新規な有害リソースを含む、増やしていきたいということで、特に柑橘に注目をしまして、データベース化を推進すると、それからということを、まあ、行うというのが今年度の計画でした。すいません。で、これまでにですね、ここちょっとずっと書いてありますけれども、いわば NVRP と BRC の検索システムができて、でそれが、私どものこの、PDDBJ からも、検索できるようになったということです。それから、この検索システムを私どものデータベースの横断検索システムに統合して、オルソロ DB との一元的な検索が実施できるようになった。また後でこれをご覧に入れます。それからあと柑橘についてですね、これは大学で維持されている品種、それから農研機構果樹研究所で持っているいわゆるゲノムリソースですね、このデータ情報を集めているところです。で、まあ、これが検索システムなんですけども、まあ、この PGDBJ を通してですね、NBRP、それから BRC が持っている情報に直接、まあ、アクセスができるようになっていた。
で、現在これを構築中でして、柑橘についても、やがてできるようになってくるということで、で柑橘については、900種程度保存株の情報があるんですけども、これを、データベース化してですね、近々公開の予定になっています。それから、先ほど あのお話ししました、カジ研究所の、公開可能なゲノムクローンについても、今データベースを構築して、で、横断検査ができるようにしているところ。最後の、植物研究に関連する情報基盤の構築ということで、これはゲノムの、研究が進んでいる植物材料について、情報を集めてですね、ユーザーが、情報を得やすいようにするということが目的で、で、いくつかのことをやってるんですけども、国内外にですね、この植物関係のデータベースが、非常にたくさんあります。約700件ぐらいあったんですけども、そのうち、リンク切れのようなものもありますので、一応全部チェックをして、で内容をによってそれを分類したということです。それから言語改良が完了した植物種についてはあの解析手法やアノテーション等の情報更新を進めると、それからキュレーターアノテーターを育成するということが、計画でありました。でこれまでに全部調査をしまして、573サイトですね、の内容をきちんと分類をして、リンク集を完成させております。それから、55種について基本情報を更新しています。それから30種については、このゲノム解読の手法等も含めて整理をしております。それから、これ基本的に日本語のデータベースでいいというふうに思っていたんですが、せっかくですので、このフェーズの中でなんとか英語版も作りたいということで、英語版にも作りました。でこれも公開しております。それから、プロジェクト補助員3名にキュレーターデータとしての協力を行いました。これが先ほどの、お見せしたリストと同じような表示になっていますが、ここに学名とかですね、それからタクソノミーの ID とか、それからマーカー のリストとか、それから Cmap の表示がないかとかいうような情報がここから、届くわけです。で例えばトマトを見ますと、トマト のとはどういう植物かという基本情報ですね、それから分類、それからゲノム解析はどういう手法で行われたかというのことが整理されていまして、 DNA マーカーはどれぐらいのものがあるかということが整理されていて、当然これはマーカーの情報にリンクしていると。それからトマトの関連でどういうウェブサイトがあるかということがここにざっと並びます。でここにその内容が書かれているわけです。でこれ英語版の一例ですけども、こういう説明のページは全部英語にしてありますし、それからその中の、データを表示する部分については日本語と英語が併記して書かれています。でここの部分で、言語の切り替えをするような形になっています。で、今この1234という4つの項目について、どこまで開発が進んでいるかというお話をしたんですけども、やっぱりユーザーにしてみますと、これバラバラであるよりは横断検査ができた方がいいということで、こういう機能を今年度力を入れて開発しました。でこれ4月からスタートして、それを、ずっと改良していってるわけです。で例えばアーモニウムトランスポーターって言いますと、ここに191という数字が出てきますが、ここに絞り込みを入れてですね、例えばオルソログ DB にはそのうち182、マーカーのところに2とリソースでは7情報があるということで、絞り込みができるようになっています。でここにその情報はですね、ざーっと、並んでいるわけです。でポータルにつきましては、プラントジノムデータベースジャパンということで PGDBJ というふうに名前を付けました。それでこれ去年の8月に公開したんですけれども、中村先生のプロテインデータバンクジャパンのパクリじゃないかというようなお話も何度か耳にしたんですけれども、確かによく似てることは似てるんですけども、ちょっとここからこれ以外のものは考えつかなかったもんですから、少し絵を変えまして間違わないようにしたということもあります。で去年の8月になるべく早く、公開したいということがありまして、まだ未完成ではあったんですけれども、こういう形で
公開しました。これ、まあ、ちょっとビジーな感じになってまして、まあ、最初のバージョンということで、で今回ですね、この10月にちょっと確か2、3日前だと思うんですけども、こういう形でファーストページを作り変えまして、でここに横断検索の窓があります。でここを触りますと、まあ、この中のコンテンツがこういうふうにオーソロでテーブルとかですね、キーワード検索出てきます。それからここもマーカーマップ基本状況をひとまとめにしまして、ここにそのリストが出て、ここからリンクが貼ってあります。リソースについてもリソースの検索ができるようになっているという、まあ、こういうものです。それでアクセスの実績もこれ NBDC にも報告をしてるんですけれども、昨年の8月に公開しまして、まあ、ちょっと凹凸がありますが、まあ、訪問者数としてこれぐらいの数が訪問していただいてて、でアクセスのページアクセスはこれぐらい出ているということで、で、まあ、こういうふうに突出しているのは、まあ、ちょっと例えばネットを通じて情報を流しますと、まあ、その時があったアクセスされてですね、まあ、また減ってきた時にまた何か更新情報を出すとまたアクセスが増えるという、まあ、こういうことだろうと思います。で、まあ、この数が多いのか少ないのかちょっとよくわからないんですけども、まあ印象としては植物のコミュニティに定着してきているんだろうなというふうな感じは持っています。でこれ以外の試みとしては、先ほど金谷先生、のグループからご報告、メタボロームについてのデータベースの開発のお話がありましたけども、まあ、それをここに入れ込んでですね、でナップサックと、それから数差で持っている出力分析のタグのデータですね、マスベースをがここからここに乗るような形にしてあります。で、例えば横断検索しますと、ここに先ほど絞り込みのところにリストがありましたけど、ここにナップサックとマスベースが出るような形にしてあって、化合物名を入れると、まあ、こういう元の植物が草原にも行き着きますし、まあ、そういう植物名を入れると化合物の情報が、まあ、得られるような形になってきています。で広報についてなんですけども、まあ、定期的にというか、まあ、随時ですね、データベースの内容がある程度まとまった更新ができましたら、それをネットを通じて植物のコミュニティに配信するようにしています。それから植物関係の学会等ではですね、発表あるいは展示をして、できるだけ皆さんに知っていただくような努力をしておりまして、これまでに今年度はですね、植物細胞生物生物学会、それから植物学会で、まあ、講習会、発表、展示等を行ってきました。それから私たち昨年からですね、アドバザリー委員会というものを開いていまして、ここに外部委員を9名、植物 の, DB の関係者、それから植物学関連学会の幹事の人たちに入っていただいて、コミュニティからの意見を収集するようにしています。で昨年度、確か2回開いたと思うんですが、今年度第1回は7月30日に開催しました。それからオントロジーにつきましては、前回 の, 進捗報告会でもご指摘というかご質問を、まあ、いただいたんですけども、まあ、どういうふうにそのオントロジーをですね、まあ、このデータベースのプロジェクトの中で何か統一性を、まあ、取っていくということも必要なんですけれども、やっぱりこれは植物関係のコミュニティの人たちがですね、このオントロジーをどれぐらい意識していただくかというのは非常に重要なことでして、ただなかなかそれは容易じゃないということで、まあ、どうしようかということでいろいろ話し合いをしたんですが、まあ、結局はおそらくいきなり学会に持っていくというのはちょっと荷が重いんじゃないかということがありまして、まずはですね、この植物DB 統合 DB の中でそういう動きを作っていって、でコミュニティに働きかけていくのが、まあ、近道なんじゃないかということになりました。ということでオントロジーの整備と普及に向けたその戦略をですね、立てていく、あるいは学会で働きかけを行うために、そのオントロジー整備のためのワーキンググループをこのプロジェクトの中に作りました。でこれには外部員に3名の方に入っていただいて、いろいろ、まあ、こういうことを決めていくということで、第1回が10月17日に
開催する予定です。でここで、まあ、こういうことを決めていってですね、まあ、少し長い長期スパンになるかもしれませんけども、学会への働きかけを進めていくということを考えております。で、まあ、積み残しといいますか、先ほど進捗を報告しましたように、まあ、当初計画していることは大体、まあ、やれることについては年度末までには何とかなるかなというふうに考えていますが、もちろんいろいろな問題点はたくさん出てきているわけで、まあ、これ他のプロジェクトについても同じことだと思うんですけども、まあ、更新をどうするかということですね。それからあとはまあ、どうやってユーザーの意見を聞き取っていくかということ、それからあとはまあデータ量がどんどん増えていきますので、まあそれ、まあ、今現在特に大きな問題はないと思うんですけども、まあ、網羅的なデータを特にですね、やり取りする場合に、まあ、どうするかって、これはもう、まあ、テクニカルな問題で、私たちだけの問題じゃないかもしれません。それからリソース情報も、これもずっと維持、更新、あるいは新規追加していくために、まあまあ、どういうことをしていかなければいけないかということを、まあ、考えていかなければいけないと。それからオントロジーですね、先ほどのお話ですけども、オントロジーをまあ、導入するのはそれはいいんですけども、それをコミュニティの方にその価値を分かっていただいて、で、それを共有していくという努力が必要だろうというふうに考えております。以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは